してエンタメスポーツのニュースは佐々木さんに代わって奥井が担当いたします。よろしくお願いします。はい、でゆうこさん、早速ニュースをお願いします。はい、日本人の京都離れ、インバウンドがもたらす観光郊外とは。はい、京都。めちゃくちゃ混んでますね。京都はやばいですよ。はい、僕京都よく行くんで、わかりますけど。なんかでも郊外、なんか日本人の方がなんか郊外っぽい気がするんだけどね。あ、本当ですか。修学旅行生とか大変じゃん、なんか。まあまあまあ。京都行ったらもう修学旅行生がうらしゃ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 。あっちの方がよっぽど郊外だよ。ホレモンだとかなりませんか。いや、逃げる。そうなんだけど、だからむしろそっちの方が郊外なんじゃないのって外国人より。まあそのインバウンドの増加によって、まあ混雑を避ける日本人が、主要ホテルに泊まらなくなっていて。いや、泊まれなくなって。正確に言うと、アパホテルが3万円とかするんだよ。高いです。紅葉の時期の京都とか、いやいや、全然普通に3万円とか。はい、普通です。だから泊まれなくなってんですよ。高すぎて。まあその経済的損失はそれあんまりないんですよね。その高騰してるっていう。てか高くすりゃいいんだよ。堀江さんもメルマガでもっと課金して観光客を制限すべきであるっていう。そう。だって観光税的なものって必ずあるもん。世界中のそういう場所って、例えばマチュピチュとかってあるじゃない、ペルーのとかってもうめちゃくちゃ高いのよ、入場料が。それで制限してるわけ。もう入れる人数を、じゃあもう年間100万人ですとかってもう決めてるわけです。マチュピチュ4時間ですね。1日滞在時間も決められて、滞在時間も決められてて、人数も1日何人も決まってるから、だからいいわけ。だから観光税的なものを導入して、京都に入るのにはいくらですよ、まあ宿泊でもなんかレストラン利用でも何でもかんでも全部税金がかかっててみたいな感じにすりゃいいと思うんですよね。でも圧倒的にホテルは不足してますけどね。不足してるけど、ここ10年っていうか5年でラグジュアリーホテルができまくったね。京都ですか。そう。だからフォーシーズンズとかリッツ・カールトンとか、もう昔はさ、なんだっけ、センチュリーハイアットぐらいしかなかったんだけど、いいホテルってなかったのが今もうすごいできる。いや、もう鴨川沿いの高級ホテルのラッシュが今すごいですね。行こう今度。めちゃくちゃ高いよ。だからハイシーズンのリッツ・カールトンとか一番安い部屋で10万円だから。一泊だよ。やんだよ。そんなすんの。すごいな。民泊、エアビーとか民泊とかは京都結構規制厳しいですよね。あとやっぱ伝統的な街並みを保存してるがゆえに、火災とかにも弱いしね。この間も祇園で4件ぐらい焼ける火事が先週かな、ありましたけど。その辺の防火対策とかもこれから多分重要になってくるんじゃないですかね。今だから町屋を改装したレストランとかがいっぱいできてるんですよ。で火にすごく弱いで、しかも道がこう入り組んでるから、そう要は繊細に合ってない分区画整理がされてないんで、小道が多いので渋滞すごくしやすい。繊細に合ってない都市は大体渋滞しがち。例えばタイのバンコクとかもそう。バンコクも繊細にあったことがないので、昔は水上交通だったんで、水路のところでどん詰まりになるんですよ、道が。だから全部主要道路に出てきちゃうから、主要道路が必ず混む。これはだから京都も構造は一緒。まだもともとは計画都市だったんで、昔は平安京だったんで、平安京は計画都市なんで、それがあるからまだマシ。一応5番目状になってるので、京都の場合は。でお城ではないので、お城が城下町って敵の侵入を防ぐためにこう入り組んでるので、道が必ずこうなんか角がいっぱいある。ああ、ヨーロッパとか確かにそう。そう。城壁、そういう城壁都市とか、まあそういうのもそうなってますよね。だから城下町ってすごく入り組んでて大変なんだ。まだ東京なんかまさにそうなんですけど、そう京都はまだそこはマシなんですけど。はい。堀さん、ちなみに旅行先でどこが一番好きですか？一番とかってのはないんですよ。あ、ないんだ。冒頭も季節も一番はなくて。最近いた中でどこが良かったですか？最近どこですかね。最近どこ行ったんだろう。最近、あ、この間アバディーンってとこ行ってきました。アバディーン、スコットランドのハイランド地方っつって避暑地になってるところなんですけど、アバディーンってスコッチウイスキーのまたマッカランの蔵とか見に行ったんですけど、マッカランの蒸留所とか見に行ったんですけど、すごいかっこいいです。マッカラン蒸留所の近くにあるホテルがすげえかっこよくて、もうなんかザ・イギリスの、スコットランドのなんか王侯貴族の部屋みたいな、なんか鹿の剥製みたいなのがバーッとあったりとかで、そこで一つ一つの部屋がほんとかっこいい。みんな違うんだけど、でレストランが超本格的の炭焼きのでっかい窯があって、トップシェフが来てて、料理も超美味しい。バー、また横にあるスコッチバーがそのなんかパブみたいな、もうなんかアイリッシュパブみたいな感じのすんげえかっこいい、雰囲気ありそうですね。そう、でもこんな田舎町っていうかにこんないいホテルがあるんだっていう。多分人口全然少ない町ですよ。スコットランドの首都ってエジンバラっていうとこなんですけど、エジンバラから車で 2,3 時間ぐらいかかるとこなんですよにある、またなんか北海道の言うたら中標津みたいなところですよ。稚内とかさ、感じのところにこんなかっこいいホテルあるんだっていうのが、さすがスコットランドですねっていう。へえ、クオリティ高い。こういうの作ればいいのに、日本でも。確かに日本で絶対流行りそうですね。そういうのがセンスないんだよね。確かに確かに、なんかどこも同じような感じですよね。なんか東京の劣化コピーみたいな、だからどこの街行ってもイオンモールあるしみたいな。イオンモールとかマジで最悪だよ。最悪。もうさ、そういうのやめようよ。今度はそこできますよね、外苑前に。そうなんだ。できますよね。わかんない。嘘かもしれない。イオンモール。でもイオンモールは別に東京的にはいいんだけど、そのなんか稚内とかに作んないでほしいんだよね。それこそ郊外だよ、郊外。そうですね。郊外ですね。本当。はい。続いてスポーツのニュースいきましょうか。ワールドカップで女子4連覇したのに、与えられる賞金総額が33億円で、去年のロシアのワールドカップ男子と比べると、男子は434億円出て、10分の1しか賞金総額が出ていないということで、女子サッカーチームが今、抗議してるというニュースですね。どうなんだろうね、10分の1か。人気があるかないかの問題だから、そういうふうに言う、そういうふうなもんですかね。わかんないな、でもそういうふうなもんなのかもしれないですね。いや、僕は女子的な立場で言うとどうですか。例えばオリンピックとかって確かにそうなりつつあるんだよね。オリンピック・パラリンピックって絶対男女両方あるんですよ、競技。でもこれって多分20年前とか違ったと思うんだよね。女子がない競技とかあったと思うんですよ、割と。確かにまだそのサッカーアメリカ代表、この強いですけど、全体的世界で見られているのは男子スポーツじゃないですか。なので女子スポーツっていうのはいろんな経済面で男子には勝ってないんですけど、もし堀江さんが女子サッカーのチェアマンだったらどういうふうにして収益を上げますか？きついよ。きつい。まず競技人口が少ないのが、もうでもサッカーは前もバスケの回で言いましたけど、きついっすよ、これから。これからきつい、少子化で。まだアメリカ人口増えてるからいいんだけど、まずだからその学生スポーツとしてのサッカーを、女子サッカーを増やさないことにはどうにもなんないかなと思いますね。ただバスケットボールって女子多いでしょ？はい。確かに。そうなんですよ。女子の方が多い時もあるぐらいでしょ。なんで？なんでだろう。私部活に女子サッカーってあんまないじゃないですか。女子部で。そもそもないですよね。中学高校からバスケ部。そもそもないし、なんかバスケでちょっとおしゃれなイメージがあって、なんか汚れない、泥臭くなんないし、日焼けしないしみたいな。確かに確かに。日焼けしないのでかいかもですね。だからそういうとこだよ。屋内でやるとか。フットサルでも少ないもんね。少ないですね、フットサルやってる人たちとか、だからなんかそっち方面のアプローチじゃないですか。まあ、そっちまず表現人口を増やすために女子にまあ優しいというか、スポーツなんかスポーツのルール的な部分を女子に優しいというか、もっと優しい感じにしていかないと難しいんじゃないですかね。ありがとうございます。今日はでも暑かったですね。すみません、ちょっと太陽がね、すみません、はい。僕1時間ぐらいここにいるんですけど、日が出て1時間ぐらいずっといるんですけど、めちゃくちゃ暑い。熱中症になっちゃうぐらい。すみません、はい。最後に堀江さん、今回の会議いかがでしたか？いや、今日暑かったですよ。暑かった。晴れ男ですね、堀江さん。そうなんですよ。そうなんですよ。ね、面白かった。横田さんいかがでしたか？いやちょっともう今からてか今夏は始まった感あるじゃないですか、ですね、東京では、うん、ちょっと今後の収録が心配だなと思ってちょっとねなんか日よけ対策をぜひしてほしいですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。